もん。うThank you.
バカにしてるの？真剣勝負です。この力うまく集中で you
それ、なんだろう。古い忍び道具ですね。忍び道具って、忍者の？なんでこんなところに？数十年前、ペフトの廃墟で忍術の訓練が行われていたとの記録があります。アイオニア流忍術の創始者とも言うべきケルシウスという貴族が仕切っていたそうですが、あ、レギウス。はい、今の一瞬で私は新しい忍術を習得しました。どうやらこの忍び道具も粛清が残した品のようですね。あるいはケルシウス本人がそうなのかもしれません。相手を軽んずると隙が生まれる。油断は禁物です。うまく集中で、
上出来だよなんて言うと思った。よく来てくれた。君たちならば必ずここまでたどり着くと確信してはいた。予想以上に早かったよ。さすがだな。僕たちは話があるから来た。でも呼びつけたのはそっちだ。だからそっちの話を先に聞くよ。まあせっかちですのね。では単刀直入に行こう。我々は近くアイオニア聖公国に対し総攻撃を開始する。東にあるアクリテスの頂上を突破すればタクシスは目と鼻の先だ。我々の志が成就する日も近い。しかし敵の第一第二師団は岩田県の頑強に抵抗するだろう。
そこで提案。いや、要請なのだ。その総攻撃に君たちも参加してくれないだろう。何を言ってるんだ。以前私は君たちを取るに足らぬ勢力と評したことがあったと思う。その時の非礼を率直に詫びよう。君たちは小規模ながら驚くほど強大に成長した。我々一同賛辞を惜しまない。そしてもう一つ、私の部下の中に君たちをアイオニアに尻尾を振る犬と希望した者がいるだろう。その件についても代表者として謝罪したい。なぜ事実に反するか。何？君たちはアイオニアに従うことを良しとしていない。それゆえアイオニア軍に加わらず独自に行動しているのだろう。違うか。それはその通りだけど。ならば赤き斧と君たちは手を携えることができると思う。君たちが我々のやり方を嫌っているのは承知している。赤き斧の同志になれとは言わない。ただアイオニアという独自を切り取るぞ、その一点においてのみであれば協力できないかと言っているのだ。どうかね。私は本気で提案しているつもりだ。おお。もうそんなこと言ってる場合じゃないんだ。こっちの話も聞いてくれ。おお、君たちも話があるのだろうか。いいだろう、話したまえ。さっきアイオニアに総攻撃をかけるって言ったら、考え直してほしい。本当に危険なんだ。やれやれ、話とはそんなことかね。実にくだらんな。くだらなくても聞いてもらうよ。お前たちはテラスファルマがどんなに危険か分かってるのか。何を今さら。確かに危険な怪物だが、我々はすでに扱い方を確立している。今では重要な戦力だよ。そんな簡単なものじゃない。テラスファルマはもう世界のほとんどを滅ぼしてしまってるんだ。何？北はオロスク山まで、西はヒオニ山まで、南はアピド砂漠まで、東は確かめてないけど、多分テルベの里からそんなに遠くじゃないと思う。たったそれだけの土地が僕たちに残された世界の全てなんだ。その外側にはテラスファルマしかいない。お前たちが使ってるのより何倍も何十倍も大きいのがいっぱいで、地面も見えないからだ。何もかも食い尽くされたんだよ、300年前にね。バカバカしい。あなた空想壁でもありますの？じゃあ僕がさっき言った範囲の外に行ったことがあるか。北でも南でも東でも西でも何があるか知ってるか。それはその範囲に結界が張られてるんだ。だから僕たちは食われずに生きていられる。外に出られない代わりに恐ろしい現実を見ないで済んでる。そしてその結界を守っているのはアイオニアなんだ。ん？何を言い出すかと思え。そんな作り話で我々が手を引くとでも思ったのかね。
すぐに信じてもらえるとは思ってない。でも僕はこの目で見た。結界の外。たとえ君の話が真実だとしても、我々の行動は変わらん。パイオニアが数千数万の人々を殺してきたのは厳然たる事実。その罪はアイオニアの存在意義によって相殺されるものではない。アイオニアを滅ぼせば結界が消えて我々も全て喰らい尽くされるという。その結界とやらを維持する手段、我らが手中に収めれば済むことだ。神羅気流に救う害虫どもを一掃しても。ハロン、話はここまでのようだ。わざわざご速度を願ったのに残念だ。待ってください。最後に一つ、岩の根とつるんで何を企んでいるのですか。何のことかね。待て、協力を拒んだ以上どうなるかはお分かりでしょう。頂上を攻めるでしょう。もはや彼らの潜伏地を探す時間はありません。先回りしてアクリテスで迎え撃つべきです。そうだね、一旦オアシスに戻ろう。
僕の動きに合わせてみてください。そう、レッド。はっ。この感じ。きたきた。はっ。僕の動きに合わせてみてください。うまくシュート、うまくない。頂上のすぐ内側に町があるんだ。もともとは第二師団の駐屯地があっただけなんだけどね、いろんな商売の人とか兵隊さんの家族とかが集まってきて町になったのよ。さて本陣は。姉さん？え？やっぱりエピル姉さん。あら、リスティル、奇遇ね。やあ、どうもエフィルさん、ご無沙汰してます。
なんだ、ラスカリス君も一緒なの？ふん、二人でお出かけなんだ。やるじゃない。変な想像しないでください。姉さんこそ年がいもなく若い男の子なんか連れて。年がいもなくとは何よ。あのエフィルさん。あ、ごめんごめん。この生意気なのは末の妹のリスティル。この町で指輪職人やってるの。生意気は余計です。あ、はじめまして。姉がお世話になってます。そっちの坊やがラスカリス君、第二師団の旧兵だけど、師団長クイネリア・リウイス将軍の息子さんでもあるわ。どうもよろしくです。で、こっちは。はじめまして。参謀役を務めておりますレギウスです。よろしくお願いします。それって、うわー、本物ですか。一度お会いしたかったんですよ。あ、はい。僕と同い年くらいだって聞いてたけど本当だったんですね。ずっと赤き斧と戦ってきたんでしょ。すごいな。もうラスカリスさんたら、クイネリア様のご子息なのに人のこと感心してばっかりじゃダメですよ。それにラスカリスさんだって弓術なら第二師団で一番じゃないですか。違うよ、一番は母さんだよ。まだ全然叶わないもん。だから全然叶わないとか言うときは悔しそうに言ってください。やれやれ、なんだかね。でも僕も母にはまだ全然叶わないって思ってますよ。あなたのお母様もすごい人なんですね。うちの母もなんですよ。そうですか。うちの母に会いに来たんですよね。赤き斧のことですか。ええ。じゃあ僕もあなたと一緒に戦えるんですね。大丈夫ですよ、母ならきっと一緒に戦おうって言うと思いますから。ラスカリスさん。団長、そろそろ。ああ、うん。ラスカリス君も一緒に来る？行きたいけど遠慮しておきます。難しい話だったらどうせ母に追い出されちゃうし、今日はリスティルの買い物に付き合う約束だから。ラスカリスさん。へえ。何ですか姉さん。別に。もう行くなら早く行ってください。あ、団長さん。はい。ガサツでだらしない姉ですがよろしくお願いします。あんたね。その声はエフィルか。いいぞ、入ってくれ。久しぶりだなエフィル。また私の矢を作ってくれる気になったのか。ごめんなさい、私他の専属になったから。そうだったな、残念。お前の矢が一番気に入っているんだ。代わりにって言っちゃ悪いけど、今日は今の上司を連れてきました。ほう。こちらはレギウス、僕を助けてくれています。はじめまして。おお、綺麗ながそうか。これは失礼した。私はクイネリア・リウイスだ。
アイオニア聖公国軍第二師団を預かっている。そして弓を引かせたらアイオニア最強よ。休日はリウイス家のお家芸でな。幼い時から毎日叩き込まれれば誰でもそれなりの腕にはなるさ。貴殿らこそ相当の手だれと見て、特に団長殿は私の息子と同年代とは思えん。ご子息なら町でお会いしましたよ。どう思う？仲間に欲しいと思いました。そう言ってくれるか。あいつが聞けば喜ぶだろう。まっすぐな子に育ってくれたとは思うが、どうもあいつには気迫が足り、貴殿ほどの胆力があればな。そうですか。あれがご子息なりの胆力だと思いますよ。全く大したものだな。貴殿らがこれまで戦い続けてこられたのも納得ない。もっと早くこちらから出向くべきだ。ん？貴殿らの要件は赤き斧のことだ。はい。奴らはもうすぐここに総攻撃をかけてきます。それを僕たちも迎え撃つつもりです。アクリテス近傍で戦闘行動を行いますが、赤き斧の迎撃以外に意図はありません。そのことをご理解いただければと。つまり敵ではないから後ろから撃ってくれるなと、それだけを言いに来たというのか。やれやれ、アイオニア軍も嫌われたものだ。まあ今までの経緯からすれば、貴殿らがそう思うのも無理はない。ではこちらから提案させてもらおう。赤き王の迎撃のため、我が第二師団に貴殿らの力を貸してほしい。ん？こちらでも迎撃準備を進めているが、我々にはテラスファルムとの実戦経験がない。あの怪物を数えきれぬほど倒してきた貴殿らにそこを補ってもらいたいのだ。第三師団はテラスファルムの力を見誤ったがゆえに壊滅した。その鉄は踏みたくないから。クイネリア様、無論私の指揮下に入れなどとケチなことを言うつもりはない。共同戦線が最も望ましいが、戦法について助言してくれるだけでも構わん。どうだろうか。いいんですか。そうですね、我々の側に負担はほとんどない。むしろ第二師団長ともあろう方が譲歩しすぎではないかとすら考えますが。それだけ切羽詰まっているんだよ。このアクリテスを守り抜き、部下どもを無駄死にさせないためなら、私の対面などいくらでも切り売りしてやるぞ。わかりました。やってくれるか。はい。そうか、よろしく頼む。こちらこそ。それでどうする。こちらとしてはすぐにでも新たな迎撃体制に移りたい。そうか、そちらにも都合があるだろうか。わかった、準備が済み次第また。
よし、ではまずキレイナの意見を聞こう。どんな迎撃体制が最も効果的と考える？赤き斧の兵員数自体は第二師団の4分の1にも足りません。赤き斧の迎撃作戦とはすなわちテラスファルマ対策であると断定していいでしょう。ああ、それは私も同感だ。テラスファルマは恐ろしく打たれ強くて力もあります。剣や槍で普通に戦ってたら倒す前に踏み潰される。第二師団は接近戦を避け、距離を取って魔術と弓で攻撃するべきです。やはりそうか。それこそ我が師団が最も得意とする戦法だ。特に旧兵の連動には自信がある。で、キレイナはどうする？僕たちは最初の心づもりの通りにやりますよ。遊撃隊として行動し、テラスファルマを可能な限り撃破します。我々にとっても迎撃作戦全体としてもそれが最も効果的かと。いいのか？剣や槍で普通に戦っていたら踏み潰されると自分で言ったばかりではないか。まあ、爆発だけは踏んでますから。そうだったな。キレイナはそうして戦ってきたのだった。よし、この策でいく。赤き斧、何としても食い止めるぞ。はい。テラスファルマに奇襲をかけられたものの、彼らに救われたとのことです。
バカ者！戦場ではあれも一部隊長に過ぎ、まずでも特別扱いをするなと言っておいたはずだ。申し訳ありません。が、まあ気を回してくれたことには礼を言っておく。いえ、もったいないお言葉であります。これでは借りが増えるばかりだ。こちらもやることはやってみせない。西北戦、化け物どもが来るぞ。第二級兵隊、一斉射撃。第一魔術師隊、お席を惜しむな。私も前線に行く。ここの守りは頼むぞ。ロシェル様、敵の抵抗が激しく、いまだ突破できません。テラス・パルマも確固撃破されております。不甲斐ない。ザビドは何をしていますの？右翼より突入を試みておられます。急がせなさい。これではアーノ様をお迎えできませんわ。はっ。しかしそろそろ動く頃合いのはず。気配も見えないのはどういうこと？なんとか持ちこたえてるね。今のところ優勢と言っていい。しかし、これで赤きょうの全戦力とは思えません。アートを率いる軍隊の姿が見当たる。後から援軍として来るつもり。おそらく、警戒を怠らないでください。わかった。アイオニアの犬になり下がったか。志は違えば、アイオニアに服従はせんというその心根だけは認めていたものを。弁解する気はないよ。お前たちを止めるまでは。ならばもはや容赦せん。貴様ら独自アイオニアの枝葉、ここで切り飛ばしてくれる。早くなさい。ここで全滅したいんですの。ま、
わかりました。クイネリア様、ヤツらが交代していきます。そうか、追う必要はない。伏兵を警戒しつつ全軍を引き戻せ。勝ったぞ。ああ、勝ったんだ。アイオニア万歳。クイネリア様万歳。お前たちまだ早いぞ。奴らが本当に逃げたと確認できるまで気を抜くな。喜び圧縮紹介までとっておく。はい。お前もよくやった。諦めたようですね。残存兵力をまとめて交代しています。まさか。アーロンが来なかったな。そんな。ザビド失神しただけのようですが、手当てが必要ですね。アクリテスに連れて行こう。皆様、ごゆっくりお休みいただけましたでしょうか。あ、はい、ぐっすり眠れましたよ。ご飯も美味しかったし。それはそれはよろしゅうございました。ああ、皆様のような素晴らしい方々にお泊まりいただきまして、このヌミストロ光栄至極にございます。クイネリア様と共にアクリテスをお守りくださり、ラスカリス様もお救いになったとか。まさに英雄の名に値するご活躍。皆様こそ100年前のトルワド様に並ぶ現代の英雄であると私確信いたしました。いやそんな大げさな。大げさなどではございませんよ。皆様の勇姿ときたらそれはそれは。僕たちクイネリアさんのところに行かないといけませんから。おお、そうでしたな。お引き止めいたしまして申し訳ございません。いってらっしゃいませ。またのお越しをお待ちしております。